はい、こちらカンパパです。すごい湿気ですね。メガネもねちょっと曇っちゃった。この場所はね宇都宮森林公園と言いまして、低山で有名な古賀志山のふもとになります。今日はね100均で揃えられる霊感グッズということでちょっとご紹介しようと思います。でね、僕なんかねもう本当にあと3年ちょっとぐらいで、まあ、還暦60歳になっちゃうんで暑さに弱くなってきましたね。よくね熱中症でねご年配の方が亡くなるなんていうニュースをね聞きますけど、若い方よりもね、まあ、40代50代60代、熱中症の危険性が高いですから、はい、登山に関するね熱中症の要因大きく2つ挙げますと、1番目、登山はね体温が上がりやすいということですね。運動時間が長いからどうしても体温が上昇しやすい。で、夏の樹林帯は風通し悪いしね、稜線出ると今度は日陰がないし、で日光にさらされやすくて、体温が上がりやすくなります。で、2番目、登山は水分が取りにくい。運動負荷が高いためね汗や呼吸で水気を失いやすいんですけど、まあ、多くの水を担ぐとね重くなって辛くなるんで、水取りを控えたりする。で、結果としてね水分不足になりやすいということがあります。で、登山の熱中症対策ということで言えば、まず睡眠時間を取るということですね。で、やっぱり、ね、早朝出発が当たり前なのでどうしても睡眠不足になりがちです。きちんと寝ることが大切です。なかなかできないけどね。で、朝食をしっかり食べるということも大事です。とにかく食べてね脳と体を叩き起こす、エネルギー満タンでスタートするのが必要です。で、3番目、水分をしっかり補給する。登る前にねまず水分を取っておくことが大事です。はい、4番目は、ね、必要以上の体温の上昇を抑えるということで、これはグッズをね上手に使うと、濡れタオルを首に巻いたり冷感素材のスカーフでね直射日光を遮ったりすることが大事です。で、5番目、もしね体調が悪くなったらまず体を冷やす、冷却パックとかね脇の下に挟むとか、服の上から冷却スプレーをかけることが有効です。はい、で今回ねご紹介するのは、体温の上昇を抑えるグッズ、それと体を冷やすグッズを100均で、揃えてみました。まあ、100均でね手軽に買えるものをちょっとご紹介します。で、現実的に僕がね使ってるものばかりです。まあいろいろあるんですけど、まずちょっとご紹介したいのは、これ100均って言っても実は300円なんですね。これはね3ウェイネッククーラーって言いまして、まあ首に巻いたりね、まあ額に巻いたり、あとは帽子のようにかぶったりして使います。で、もちろんね水に濡らして軽く絞ってから使います。こうですね、水に濡らして絞って、で、このようにね、まあ、首やるとすごくひんやりします。あと、こんな感じでね、やるとね、額から上が非常に冷えます。で、僕なんかこのタイプおすすめですね。あとね、こちらの、まあ、モワモワと民族衣装みたいに長いやつがありますけど、これも100均でね、これ200円ですね。で、これはね、接触冷感のスカーフって言いまして、長さがね、180センチもあります。これ株ママがいいって言うんで買ったんですけど、こっちはね株ママのおすすめ、長いですよこれ。まあこんな風に使うんだと思うんだけど、非常にねこれ自体が他の素材よりもね非常にひんやり感じますので、まあこれ非常に有効だと思います。まあ水がね蒸発するときに熱を奪うんで、まあ、その力で冷やすんですけど、こちらはね化学の力で冷やすということで、まあ、パンってやるとね、中の水と、まあ、いろんな成分が化学反応を起こして冷たくなるというタイプが、こういうやつですね。で、ちょうどね、大きさはね、ボンカレーの箱ぐらい。こう、バンってやると、中が化学反応を起こして、冷たくなります。箱に書いてありますけど、この2つが約15分ぐらい持つそうです。例えば体調が悪くなったと思ったら、もしくはね、もうどうしても暑くてしょうがないと思ったら、まあパンってやって冷たくして、この脇に挟むとか、あとはね、こういう血管に近いとこですね。まあ当ててひんやりするとか、まあそういった時に使ってください。これ再利用できないので、一回使ったら終わりです。暑さ対策以外に、転んで捻挫しちゃったとか、あとは岩に打ってね、腫れてきちゃったとかっていう場合、これパンと割ってね、まあそこにやっとくと、腫れが引きますので、捻挫対策とかね、そういったものにも使えます。非常に有効です。あともう一つね、ここには持ってきてないんですけど、これぐらいのスプレータイプがあります。いわゆる冷却スプレー、まあ今ここに出しときますけど、
こんなやつで、まあ大きさはだいたい15センチぐらい。で、ザックにポンと入りますから、本当に暑くてどうしようもない時は、これかけるんですね、バーっと。ヒヤーっとします。スプレータイプの注意点は、直接肌にやると、凍傷の恐れがあるんで、必ず服の上からかけるということですね。はい、ということでございましてね、もう熱中症対策、もう暑くてどうしようもない時、まあまずね、日陰に行って、ゆっくり休んで、体を冷やすって。あともう一つはね、水分を取ると。できれば、まあ塩分とかミネラルも同時に取るということで、夏山は冬山と同じく危険が潜んでますので、こちらを利用して楽しい山歩きをしていきたいと思います。というわけでございまして、今日は、夏の熱中症対策、100均で買える冷感グッズのご紹介でした。はい、ありがとうございました。カバオでした。